河津昇の公式メルマガでは毎朝5時にあなたが元気になる情報、勇気や希望が湧いてくる話、今日も頑張ろうと思える話を無料で配信しています。ぜひご登録の方よろしくお願いします。登録方法は概要欄に載ってありますので、そちらからご覧ください。ぜひ登録していただいて明るい一日のスタートを切っていきましょう。今日取れ高が多いですね。ライフチェンジレッスン0期の皆さんです。ありがとうございます。はい、まあ、あやちゃんの話なんですけど、何が起こったかっていうと、あやちゃんにね、何が起こったかっていうと、もともとこのライフチェンジレッスン受けたいって言ってくれて、でその体験会を踏んで申し込んでくれたんですよね。うん、でもその入金のタイミングになって、おばさんですかね、はい、おばさんから、いやそのあなた騙されてるよ、絶対あなた払ったのみたいな、絶対キャンセルしなさいみたいな感じで怒ったんですよ。でもこれってあるあるで、何があるあるかっていうと、その入金したものに対してキャンセルしなさいっていうおばさんが、おばさんのような反対者が来るっていうことがあるあるじゃなくて、自分の人生にとって必ずそういう、なんだろうな、このお試しがあるわけですよ。これを僕は宇宙から のオーダーというかお試しっていうふうに言ってるんですけど、例えば僕の場合だったら独立しますという時に、妻のね、メイちゃんがダメだと、言ったんですよね。で、ダメだって言って転職にしてと。でもこれは僕の中では、あ、これはお試しだなんだなって、宇宙からお試しだから、メイちゃんがダメって言わなくても、例えば両親からダメって言われたり、例えばなんだろうな、自分のメンターみたいな人からダメって、メイちゃんがその役を買ってくれただけで、っていうのが何が宇宙からお試しっていうのは何かっていうと、それでもあなたはそれをやるのっていうお試しなんですよ。あなたは反対されてるけど、それでもあなたはやるのっていう強い自分の意志をこう宇宙に、なんだろうな、こうオーダーする、コマンドを打つための出来事だというふうに僕は捉えてるんですね。だからめいちゃんから反対された時に、いや絶対自分は転職じゃなくて、もう独立をするんだという自分の強い自分とつながった時に、初めて一歩目が出たというか、なんだろうな、強い自分とつながれて、結果独立できたんですよね。結果的にめいちゃんはその当時はもう本当信じられないみたいな感じだったんですけど、今ではめいちゃんもね、職場を辞めることもできて、いやいやながら働いてた職場を辞めることもできて、でそしたらそのめいちゃんと僕、その2人に何が起こったかっていうと、子供を身ごもるっていうね、今まで不妊治療もしてたんですよ実は。でもそれもやめてね、ちょっと自分たちの人生に一回集中しようかっていう時に身ごもってですね、だから本当に宇宙からの、そのお試しなんですよね、そういうのって。だからお二人もなんかこれから自分の人生を切り開いていく時に、必ずと言っていいほど、そういう心理学的に言うと、そういうのはそういうね、ダメだよっていう人たちって、なんだろうな、ドリームキラーっていうんですけどね、聞いたことありますか？名前だけ。ドリームキラーっていうのは、その自分のコンフォートゾーンっていう、今までいた居心地のいい場所に、その人たちはなんだろうな、そっち行っちゃダメよっていうわけですよ。あなたそんなの騙されてるよって、でもそれを言ってる人って必ずですよ、必ずやったことがない人なんですよ。だから僕も学校の先生になるって言った時に、周りから、いやお前絶対無理やろその学力じゃって言われたんですよね。でもその言ってくる人って必ずと言っていいほど、そうやったことがない人なんです。教員採用試験を受けたことがない人ね。だからなんだろうな、このね、話で言うと、おばちゃんもなんだろうな、そのおばさんから、いやそんな講座に行くなんてお金の無駄遣いでしょ、あなた絶対行きなさんなっていう、そのおばさんは必ずと言っていいほど、その講座とかセミナーとか自己啓発の世界に行ったことない人だと思うんですけど、どうですか？一応心理学とか学んで、その、なんか職員として働いてるんですけど、多分その
自己啓発とかもしたことないんじゃないかなと。だとするならば、その学んでない結果が今のそのおばさんなので、うん、そのおばさんと一緒にいる空間っていうのはその居心地のいいんだけど、でもそれを一歩ね、あの勇気を出して、いやでも私は受けるっていう風に受けてくれたんですね。だから僕は最初に言ったのは、じゃあもう卒業ですと、うん、あとは初級楽しんで受けるだけでいいですよって言ったのはそういうことなんですよね。もうそのなんだろう、最初の関門が実はゴールでもゴールでもあったりするわけですよ。でもその関門をくぐり抜けたちゃんに待ってるのはその優しい世界、うん、だし、あじゃあすごく変わったの分かります。最初に出会った当初ね、僕とワイルネスでね最初にセッションしたんですよね、はい、コーチングのセッションして、はい、あの時はなんかパートナー元パートナーの人とあのいざこざまだねなんか付き合う付き合わない話があってっていう、はい、なんかどうでもいいところでなんか自分の人生を無駄にしてたように僕は感じたんですよ。でも今は自分の人生を切り開いこうと思って一生懸命なんだろうな、その職場のこととか取り組んでるんですよね、はい、うん、で意欲も出てきて、あの自分はこう今働いてるところでなくって違うところでも働けるんじゃないかっていう意欲が出てきて、で行動のまたね、あの次の講座でやりますけど行動の発想出しって次回やるんですけど、そういったところで発想出しをいっぱいしてみて、じゃあこれをやってみよう、これをやってみようっていう行動に移していけば、このシャンパンタワーで行動を移していけば、それを改善してまた行動して改善していけば絶対必ず結果ついてくるんですよ。だからちゃんってもう大丈夫だよって言ってるのはそういうことなんですよね。最初の関門をクリアしてるから、うん、だからお二人もこれからね、なんか独立するなり、転職するなり、いろいろ人生のこの狭間があるかもしれないんですけど、その時に必ずと言っていいよと、そのオーダーというかお試しが来るので、でもそういう反対者が来たら、あ、これお試しなんだな、うん、思っていけば自分の人生がもっともっと豊かになるんじゃないかなというふうに思ってお話をしました。ということでありがとうございました。